遊具大公は、カロリング朝末期に勢力を得たロベール家の人物。父は、西フランク王ロベール一世。おじがその先々代の王のウード。大公は、パリ博、ネウストリア辺境公、フランス公、オセール博、各地の修道院長などの地位を占めて、カロリング家の王を操り、長男遊具ペ庭のカペ庭屋さえの道を開いた。 父ロベール一世と母ベルマンドは白エルベール一世の娘ベアトリスとの間にパリで生まれた。ロベール一世が923年諸公に配位されたシャルル三世を撃って没した戦いでは奮闘して勝利を得た。936年義兄でボゾン家のラウール王が没し、太公はロワール川とセーヌ川とに挟まれる地域のほとんどの領主と 修道院朝食を占め、ネウストリア第一の権力者になった。自ら王位を継ぐことも可能ではあったが、太閤は、シャルル三世に懲りて嫌がる諸公を解き、イングランドのウェイセックスに亡命していた、シャルルの維持類を、新王に迎えた。母存家による王位継承を避けたためと、解されている。しかし、その翌年作戦のヘイトビヒと結婚してから、ルイ四世と争い始め、 太公は、ルイと対立する神聖ローマ皇帝夫大帝に、真珠の礼を取って、対抗した。ルイ4世が945年に、ランスで、ノルマン人と戦って捕らわれた時、遊具はルイを、ブロワイハクティボーに預けてから、夫大帝の許可を得て釈放し、交換に、ピカルディの乱を得た。ルイ4世との文弱は953年まで、くすぶった。 954年にルイ4世が死ぬと、太古は、ルイの息子のロテールを大いに押し、大償にブルゴーニュとアキテーヌとを得た。以降、若いロテールを貢献して、956年6月の16日か17日に、エソンヌのドゥール団で没した。長男のユーグカペ庭が、フランスの大いにつきペ庭庁を開いたのは、987年で、ある。922年、最初に、 ユーグは、メーヌハクロジェの娘ジュディットと結婚。ジュディットは、死女なく925年に没した。926年、二度目に、イングランド王、エドワード長慶王の娘エディルドと結婚。エディルドは、死女なく938年に没した。937年、三度目に、ローマ王ハインリヒ一世の娘ドビジュと結婚した。三男に女がいる。 ありがとうございます。